Episode 3 of Bartender, the Glass of God, is here. Let's get right into it. And does he actually get the job at the hotel? Does he actually do it? Do they convince him? Let's find out. Why do they look so similar? What the hell? ぜひ何か作らせてください。最近はイーデンホールのバーテンダーが気に入っていて、ね、新しく入ったやつなんだが、これがなかなか面白くて。What you gotta say about that, Mr. Perfect? 新しいバーテンダーですか。きっと間が抜けておるがの。今日はお二人一緒なんですね。実はこれわしの愛人。普段。お客様同士の関係をお聞きすることはないのですが、None of my business。とても仲の良いおじい様とお孫さんというところでしょう。わしがおむつ替えたのちゃんとバレとる。もう。ああ、granddaughter。ご注文はどうなさいますか。肩こりに効くやつを頼む。私も。ほう。ちっと堅苦しいパーティーがあってな。A stiff neck。なんだか気疲れしちゃった。なるほど。かしこまりました。Is there a drink you can make for a stiff neck? いらっしゃいませ。B&B をお願いします。Remy Martin? What? What did she ask for? BRB? B&B Oh, B&B. ブランデーとベネディクティンを同量混ぜるだけのカクテルですよね。はい。両方の頭文字を取って B&B。どんな時に飲むのがいいんですか？ナイトキャップ。寝る前のお酒に適していると言われますね。おお。ブランデーの風味とベネディクティンの独特な甘み、飲むと一気に酔いが回ってぐっすり眠れそうだからでしょうか。どうぞ。B&B です。B&B, aka bed. You drink it before bed.長いんですか。8年になります。8年。遅い時間にありがとうございました。Late? What? Isn't it like 6 p.m. or do I not? 泣いてた。11:30? 何があったんでしょう。バーテンダーを辞めるだなんて。Oh, another customer. いらっしゃいませ。Sorry, gotta help. まだいいかね。もちろんです。どうぞ。Another bartender? Oh, 思っていたよ。It is. It's Mr. Perfect. ジンフィズをいただこうか。ジンフィズ。かしこまりました。ジンフィズは有名なカクテルだが、誰が考えたんだろうね。1888年、ニューオーリンズ。ニューオーリンズ、in the States.ミスターパーフェクトに言うことか。そうか。フランスで修行してたから、クズハラさんのことを知らないのね。He don't know about Mr. Perfect. ジンフィズです。What you gotta say about that, buddy? この味は、mm-hmm. 気に召しませんでしたか。いや、美味しいよ。ただ、oh.した古いラムか。これは君のオリジナルかね。はい。普通のレシピでは少々退屈ではないかと思いまして。プロの、それもおそらく一流バーテンダーの方に。なぜ私がバーテンダーだと。理由は2つあります。プロが新しいバーに入って力量を測るには何を頼むか。ジンフィズです。Oh, so it's common.こんな短い時間によくそこまで観察したね。評価し、This guy's a damn robot. What the hell? He's like analyzing. All right, you're a pro. せめてご自身が客の立場でカウンターに座られた時は楽しんでいただけたらと。なるほど。
確かに君は面白いバーテンダーだ。しかし、Oh, however, I'm the best. 私は木を照らった酒を作り、消えていったバーテンダーを何人も知っている。君が今後もバーテンダーを続けるつもりなら、一つだけ教えてあげよう。君のカクテルは完璧からは程遠い。Damn. So he sees him as competition. あれ？今の仕事に自信がないわけね。やっぱりやめた方がいいんでしょうか。Oh, I think she's learning how to bartend. まだバーテンダー、やめてなくてよかった。Motivation. How about that? I'll pull up. Don't worry, Shouty. Easel. Ah, so she won't know which one's which.どちらが作ったのか分かっていてはつまらんからな。True. This chairman knows what's up. グラスが違うだけで同じように見える。じゃあ、It's all about the taste. How's the taste? こっちから。おいしい。ウイスキーベースなのにすごく味が軽くてさっぱりしてる。こっちは。私、こっちの方が好きです。味に丸みがあって、美味しかった。それは、笹倉くんのマンハッタンじゃ。そっか。でも、どうして味が違うの？人の舌は、体温よりプラスマイナス25度から30度離れている温度を美味しく感じます。多分、僕が作ったものの方が少しだけ温度にして…Ah, because it was warmer? Huh.おじい様に呼ばれて急いで駆けつけた君は汗ばむほど体温が上がっていた。だから少しだけ冷えすぎないように作ったんです。そこまで考えて作るのね。未熟というのはある意味で微笑ましい光景ですね。But カクテルは嗜好品ですから好き嫌いがあるのは当然です。問題はこれをカクテルとマンハッタンと呼べるかどうか。笹倉さんのはちゃんと美味しいマンハッタンでした。もう一度飲んでいただければ。 It's not the same, is it? さっきと味が違う。失礼します。 He has consistent taste through his cocktail, huh? これは分かったかね。それが完璧な味だ。客に媚び、カクテルとしての完成度を目指さなくなった時、バーテンダーとしての堕落が始まる。Damn. He's humbling him. 常に客がひれ伏すような完璧な味を目指さなくてはならない。So he goes through the book. 自分の未熟さが分かったら帰りなさい。笹倉さん、待って。若いというのはいいもんじゃな。未熟ということは熟成の可能性を秘めていますからね。彼にカウンターバーを任せるおつもりで。さあな、どうだろう。さて、約束ですぞ会長。ご注文は？そうだな。Get him, old pal。待ってよ。今日は負けちゃったけど、この前は勝ったじゃない。それに最初はあなたの方が美味しかったんだし。次はきっとうまくできるわよ。
素人にはわからないよ。何よ、人が心配してるのに。お客様を満足させたいと思う心は簡単には磨けない。あなたは私のための一杯を作ってくれた。その気持ちは葛原さんにも負けなかったでしょ。ありがとう。君って意外といいやつだな。急にそんな真面目な顔で食べないでよ。テルルじゃないの。What the hell? Well, there you have it. My reaction to episode 3 of Bartender, The Glass of God. I'll catch you next time for episode 4. Peace.